はい、井上翔平商品レビューコーナーなんですけども、今日はですね、メガネ、新しいメガネまた新調してるんですけども、このメガネかっこいい上になんとむっちゃ軽いんですよ。全く重さ感じない。ほんとこれ軽いんですね。で、これスペックエスパスっていうもので、グラサーカスさんで扱ってるメガネなんですけど、ほんとね、こうかけてる感じしないんですよ。もう圧倒的に軽い、感じたことがない、今まで経験したことがない軽さですね。はい。で、まあ、これがすごい軽いからこれおすすめですよっていう目的の動画ではあるんですけども、ちょっとね、ただ軽いよ、美味しいよって言われてもですね、何が美味しいのか分かんないと思うんで、はい、ここにですね、主婦の憧れ、タニタのデジタルはかりがございます。はい。タニタといえばですね、めぐり TV の関根さんがよくタニタ、タニタっておっしゃってましたね。はい。お風呂一緒に入ってましたね。これがね、一体何グラムかというと、なんと、たったの13タニタ、じゃあ13グラムです、ございます。13グラムっていうのが、まあ、どのぐらいの重さなのか、っていうと、そうだな、13グラムっていうとね、感覚的に小銭でも乗っけてみましょうか。ね、小銭、10円玉乗せてみましょう。10円玉が4グラム。ってことは、10円玉3枚と大体同じぐらいの、まあ10円玉3枚の方が重たいですね。はい。っていうのが、まあ、13グラムかなっていうところです。で、これがすごく軽く感じるので、他のメガネが一体何グラムなのかっていうのをちょっと見てみますね。これ、ソリッドブルーって書いてある。これなんか普通の、普通のメガネの中でもだいぶ軽いなって感じの部類に入ると思うんです。これが何グラムかっていうと、これでも16グラムあります。この辺の1グラムの差ででかい。で、次こういうなんか、べっ甲っぽいフレームのメガネですね。乗せてみましょう。はい。27グラム。ここまで来ると結構重く感じるかも。で、僕も愛用しているメタルギアソリッド。はい。27グラムぐらいですね。で、このぐらいの重さだと、結構汗かくとぬるぬるぬるってこう落ちてきます。はい。で、オークリー。19グラム。結構オークリー重たい。こんな、細いフレーム、なんもないみたいなものでも、かなり重く感じますね。はい。はい。次、こちらは、ライドル。こちらもなんか、ちょっと軽い系の普通のメガネな感じですけど。18。やっぱね、18グラムぐらいが一般的ですよね。で、バイクメガネ。はい。キャブレターシリーズ。15グラム。ホリゾンタルですね。はい。これ結構、軽くできてます。これかなり優秀ですね。僕もこれすごい軽いと思ってます。で、これ今日僕がかけてきたメガネですけども、はい。これレンズ入ってるからかもしれないですけど、21グラムあります。じゃあ、レンズ入ってない、この奥のやつの同じフレーム何グラムかって言ったら、やっぱり21グラムなので、あんまりそのレンズの重さというのは変わらないかなって、いう感じですね。で、某芸人がかけてるこれ。ね。これはめっちゃ重いでしょう。予想何グラム、みんな考えてください。乗せてみます。いきます。ドン。はい、59グラム。もうありえねえぐらい重たいですね。これ、筋トレなんじゃねえかっていうぐらい、こう、重いですけども。はい。で、まあ、ほんとね、こんなん、狭い。すごいこう、がっちりはまってます。これやっぱり、かなりこう重く感じ、こうやると鼻痛いですもん。すげえ重く感じるし、まあ、この辺もそうだけど、これはでもね、まだ軽く感じる。もう20グラム切ってくると軽く感じます。はい。それがやっぱりね、ここで13グラム程度だと、もう本当に針金乗せてるみたいな感じですね。はい。これ、デザイン的にもかっこいいし、実を言うと1個オーダーということで、はい、いろんな色があります。はい、ぜひですね、メガネかけると肩が凝るんだよという人ですね、重たくてしょうがないという人は、これ検討してみてください。ツルが細いんで、これ多分あと結構こうブニョンブニョンなんですよ。はい。なので、バイクでヘルメットで使ってもですね、十分に耐えられる代物となってますし、それ以外の用途でも別に普通のメガネで普通に使っていただけます。はい。というわけで今日はですね、バイクメガネ相談会ということでご盛況いただき、皆さんどうもありがとうございます。はい。
次また、春ら辺にやろうと思ってるんですけども、グラスワーカーズさんは年中無休で、お正月も営業やってないお正月何日行ったの？30から3日まで。30から3日まで営業中で、お休みですね。はい、4日から営業開始ですね。29まで、はい、年内29まで年内で、4日から営業開始ですので、はい、ぜひそれに合わせてですね、店内にお越しいただくか、お電話いただければ、はい、対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。